はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15アサシンクリードフェス続きやっていきます。パート1の冒頭の場面まで話が進んだんで、まずあそこに登る。あ、ここ渡れんのか。あ、そっちが登れんのか。ここからシフトできない？できない？あ、これ旗だ。この衣装かっこいいですよね。ずっとこれ着てたい。こいつだな。よし、じゃあ写真撮ろうよ。シフト。あ、写真撮ろうよって言ってんのはクエストのことか。そこか。ロキが来た。イーグルタイプ。ノクターいた。ああ。こっちだ。行こう。あれね、ロキ。これで最後だね。ああ、終わらせてやる。まだ見つからんか。奴らはカードキーが必要なはず。スカ。かっこいい。失わないようにしよう。北ダスカルの敗北、決して忘れてはいない。帝国の名にかけて、我が家名にかけて、必ず汚名を注ぐ。こいつやっちゃおう。敵が多すぎるな。ノクト、こっち通れるかも。いや、まだこっちにいるよ、ちゃんと。ノクト、上通れるかもよ。今はジャマーの影響で本来の能力は、はい、殺害命令は出てはいない。事故はつきものだ。今奴を殺すことがこの先の多くの命を救うことになる。一人ごと激しいな、ロキ。この2匹はまだついていくのね。暗殺。世界に真の平和をもたらすのだ。ダメだ、このままじゃ工場に入っちまう。これ以上俺はついてくの無理かも。あとはノクト、頼んだよ。シフトか。ロキそんなねえ、殺す歌って前本編で2回ぐらいしか出てこないじゃん。はい、どうもこんにちは。何者だ。通りすがりのアサシン。バカだ、そいつを殺せ。逃げるんかい。
めて。待て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 。おい止まれ。こいつ待てな。止まれ。あ、MP が少ねえ。緊急事態が発生しました。市民の皆さん、一時避難をしてください。やば。あぶねやばいね。逃げて。そんな逃げ足早いのロキ。いた。おいおい危ない。残像を追って。カードキーはもらった。もう町から出てってもらうぞ。いつまでアサシンごっこを続けるつもりだ、ルイスを。バレてたのか。必ずカードキーを取りに来ると思っていた。ここは包囲させてもらった。死んでもらうぞ。やれ。穴かよ。やば。おっと、とりあえず逃げる。待て、兵器満載はこっちにも。逃げる。あ、メダルがある。メダルが欲しい。メダルが欲しい。取れない。取れないなら知らない。いや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 、危ない危ない。邪魔。工場こっちか。工場からちょっと遠ざかってる気がするけど。こっち。本家アサシンも結構身体能力いかれてたけど、シフトが使えたらなおさらすごい。これで中入れんだろう。やってみる。ノクト、誰を護衛につける？プロンプトとか一番面白そうだけど、ちょっとプロンプトつけてみよう。任せてください。絶対守るよ。じゃあこれよろしく頼むね。本来はグラディをつけたいけど。ルイスを眠れ安らかに。ロッキーを倒す。これ力で倒すしかないもんな。ゼロ。なんかない。その通りです。MP バーストとか久々に見た。あ、切れた。あ、余裕。
みんなどうもありがとう。巻き込んで悪かった。シドニーもありがとな。いなかったら相当ヤバかった。うんうん、ホーリーも無事だし本当よかったよ。町ではアサシンの末裔が帝国軍を追い払ったって噂になってるぜ。俺たちにとってその噂は助かるな。アサシンは実在したってことでいいんじゃない。っていうか本当にいたりして。実際やってみて分かったけどさ、アサシンも人知れず世界を救おうとしてたんだよな。真実はなく許されぬことなどない。こ出たアサシンクリードの名ゼリフ。でも本当に大事なもののためなら何より構ってらんねえんだ。終わった。メインストーリーのクリアおめでとうございます。帝国軍はいますが、この先もフェスティバルを楽しむことができます。引き続き楽しんでください。アサシン衣装くれた。本編でも着用できるようになります。お、写真。不法侵入しようとしてるアサシンね、これ アイテムが追加された。チョコボレースが遊べるようになりました。この人見たことある。チョコボおじさん。フェスティバルを楽しむ。あ、帝国兵はずっと居座るのね。アサシントレジャーハント、よし。というわけでアサシンクリードフェスティバル、こんなにやり込むとは思わなかったけど。あ、写真おじさん。1月31日日、2018年1月31日までだから、フェスティバルしないと手に入らないアイテムはあると思うんで、その辺はフェスティバルのやってるうちに入手しないといけない。で、こっちチョコボおじさんね。よし、じゃあパート4ぐらいだったかな。アサシンクリードフェスティバルはじゃあこんなところで、今後本編の方に何か DLC とか加わりがなければ、次回の FF15 の動画は
エピソードイグニスになるはず。今年12月配信予定の。じゃあまあとりあえず、朝栗フェスは今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。